今回もありがとうございました。次はどんな話をしようかな。考えておきますね。ロボットが感情を持つなんて、まだまだ先の話です。本当に何でもよく知ってるんですね。私、お話を続けないと殺されちゃうんです。なんで裁判しなかったの？お母さんのこと嫌いか。お父さんと同じくらいね。こないだ言いましたよね。いつも会いたい人はいるかって。ええ。それは私でしたか？